こんにちは、かよです。今日は2023年最新美容液15種徹底比較を紹介していきたいと思います。話題の美容液15種を美白、エイジング、新生毛穴、保湿のカテゴリーに分けて紹介していきますので、ぜひ今度の目変わりのお買い物の参考となれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは、韓国在住、アラフォー、敏感乾燥肌の私が実際に使ってみて本当に良かった成分重視の韓国スキンケアを中心に紹介しております。大人女子向けのプチプラの実力派韓国スキンケアを中心に紹介しておりますので、ぜひ興味がある方チャンネル登録して応援していただけると嬉しいです。では早速始めていきます。まずは美白からです。アロマティカグロービタシートーニングセラムオレンジ&ネロリです。こちらは前回の目変わりで新発売と同時にコラボ発売させていただき、カヨンの皆様に大変ご好評の声をたくさんいただいたデイリーに使いやすい美白美容液となります。ビタミンオイル、ダブルビタミン C、 ビタミン栄養セラム、シトラス活力のキャッチコピーとなり、水溶性のビタミン C が 2%、 脂溶性のビタミン C とのダブルビタミン C、 ビタミン E、 0.5% のバクチオール、ネロリオイル、オレンジオイル、ハッシュのヒアルロン酸、パンテノールなどが配合されており、お肌トーン、エイジングケア、保湿、お肌のキメケアまで総合的にできるようなデイリー美白美容液です。テクスチャーは軽いとろみがあるタイプですが、肌なじみよくベタつきなくスーッとなじみます。全然ベタつかずペタペタせず重たさがないので重ね付けもしやすいです。香りは新鮮なもぎたてのオレンジの香りで、香りに癒されながらスキンケアタイムが過ごせます。こちら共同開発ではないんですけれども、開発の時点からですね、ずっと何十回もテストに参加させていただいており、成分やテクスチャー、効果など本当に自信を持っておすすめできる、個人的にすごく思い入れのある美白美容液です。使うごとにですね、トーンアップ感とか、あとはお肌がツヤンツヤンとしたような効果を実感することができるほか、やっぱりアロマティカ、香りにこだわりのあるブランドとなりますので、使うごとにですね、新鮮なもぎたての香りがふわーっと広がるのが、スキンケアをしながらお肌はもちろんのこと、心や体までゆっくりといたわってくれるような使用感がとても気に入っています。続いてこちら、セリマックスポアブライトニングシミケアセラムです。セリマックスといえばノニアンプルが代表アイテムですが、こちらの毛穴美白美容液も2023年の夏に発売された以来大人気のアイテムとなりました。こちらシミとかそばかすに加えて、くすんでしまったメラニン毛穴をですね、均一に明るく整えてくれるような美容液です。こちらはシミ、そばかす、毛穴のくすみケアに効果的な3段階のトーンアップケア成分が配合されており、トラネキサム酸3%、ナイアシンアミド 5%、 メラゼロという成分が 1% 配合で、美白ケアがしっかりとできるようなタイプです。テクスチャーはみずみずしい水分ジェルタイプです。お肌にスーッと馴染んで、ベタつかないながらももっちり保湿力もあり、仕上がりは表面サラサラのプルンとしたお肌に整います。香りは一切ありません。こちら結構さっぱりとした使用感ですので、朝のメイク前の使用でも日中のメイク崩れとかも全然起こさなかったですし、日中の紫外線予防にもすごく良かったです。使い続けることでお肌のトーンアップはもちろんのこと、毛穴にも同時にアプローチすることができます。これから乾燥の季節ちょっと保湿力が足りないなという方はですね、同じブランドのノニアンプルを併用することでさらに保湿力も高まって相性も抜群でした。続いてこちら、ミグハラウルトラホワイトニングパーフェクトアンプルです。こちらは先日のお気に入り動画でも紹介させていただいたんですけれども、こちら何年かぶりに使ってみてやっぱりいいなと改めて良さを実感したアイテムです。こちらは鎮静をサポートしてくれるローマカミツレ花エキス、トーンアップケアのナイアシンアミド、ヒアルロン酸や白キクラゲエキス、コラーゲンの合成を高めてお肌の防御力を高めてくれるカルノシンという成分も配合されており、デイリーに優しくトーンアップができるような美白ケアアンプルとなります。テクスチャーは結構しっかりととろみ感のあるタイプです。なじませるとお肌が内側からもっちりふっくらするような仕上がりです。香りは自然なカモミールのいい香りとなります。こちらですね、ビタミン C 系の美容液はお肌に刺激を感じてしまうけれども、デイリーにトーンアップケアをしたいという方や、カモミールの鎮静効果やカモミールの自然な香りがお好きという方にもですね、ぜひおすすめの美容液となります。続いてこちら、コスデバハトラネキサム酸 5% TN セラムです。こちらもですね、先日のお気に入り動画で紹介させていただいたお値段以上のプチプラの豪華成分美容液かなと思います。こちらはトラネキサム酸が 5%、 ナイアシンアミド 5%、 ヒアルロン酸配合、そして精製水
水の代わりにアロエベラ葉エキスが使われています。テクスチャーはサラッとしたとろみタイプです。伸ばすと少しお肌の上に残る感じがありますが、その後浸透して若干ペタつきながらも、その後はサラサラっとなります。香りは一切ありません。こちら塗った後ですね、若干しばらくぬるりんとした感じが残るのが少し気になったんですけれども、その後浸透した後はですね、サラサラとなりましたので、そんなにすごく不快感があるというわけではなかったです。トラネキサム酸配合のプチプラ美容液で低刺激の処方となっていましたので、気になる方はぜひチェックしていただければと思います。続いてこちら、ナンバーズイン5番白玉グルタチオン C 美容液です。こちらはぬるグルタチオンというキャッチコピーで、ニキビ跡や日焼け跡、色素沈着などのケアができるような集中トーンアップケア美容液となります。グルタチオン、各種ビタミン、コケモモ果実エキス、トラネキサム酸、ナイアシンアミド、アルファアルブチン、ビザボロール、ファンテノール 5% などが配合されており、2週間から4週間の続けての使用でお肌のトーンや明るさが改善したという結果が出ていた美容液です。テクスチャーはかなり濃厚なとろみタイプです。伸ばすともちもちと吸い付くようなお肌に仕上がります。香りはほんのりと発酵系の香りです。こちらですね、他の美白美容液に比べて保湿力も結構高いタイプとなりますので、これ1本で美白ケアやエイジングケア、保湿ケアと総合的に賄えるというのがすごく便利なアイテムかなと思いました。お値段もプチプラで低刺激なので、すごくリピしやすいデイリーアイテムかなと思います。続いてこちら、アヌア桃 70% ナイアシンセラムです。通常美白系の美容液って柑橘系由来のビタミン C が結構多いかなと思いますが、こちらは桃の果実エキスとナイアシンアミドが主成分の美容液です。こだわりの桃を120時間かけてじっくりと熟成発酵させて、お肌の浸透をより良くしたピーチニア桃エキスというのが 70%、 ナイアシンアミド 5%、 お肌のキメを整えてくれるピーチヨーグルトコンプレックス、ピンク酵母や3種のヒアルロン酸が配合されており、トーンアップ、キメ、ツヤ感などバランスの整った透明肌に仕上げてくれるようなアンプルです。テクスチャーはさらっとみずみずしいとろみタイプです。軽いタイプなので重ね付けや朝のメイク前の使用にも負担がないです。桃色は着色料ではなくビタミン B12 本来の色となり、甘めの少し人工的な桃の香りです。こちらはピーチヨーグルトコンプレックスというですね、古い角質を優しく除去しながらキメを滑らかに整えてくれるという成分が入っていますので、デイリーに刺激なく使いながらですね、桃のヨーグルトパックをしたようなつるんと滑らかなお肌に整えてくれます。ビタミン C 系の美容液が合わないという方はですね、こちらの美容液も参考となれば嬉しいです。続いてエイジングケアです。セリマックスノニアンプル2です。先日メガポイントセールでノニアンプル2の先行販売コラボセットを発売させていただきましたが、たくさんのカヨンの皆様にご購入いただいて大満足というレビューもたくさんいただきまして、本当に嬉しかったです。こちらは既存のノニアンプルのアップグレードバージョンとなりまして、正式の発売につきましては2024年を予定しているそうです。ノニアンプルにはノニエキスが 71.77% 配合されているんですけれども、こちらのノニアンプル2にはさらにパンテノール成分をナノリポソーム化して使用を改善し、そのナノ成分がお肌の奥まで浸透しやすくなるように改善されたファンテニオソームが 0.5%、 そしてお肌に奥行きのある透明感を与えてくれるようなマンダリンクリア成分が 0.1%、 肌細胞の再生や活性化する働きがあり、ボリュームケアも期待できるようなベビーコラーゲン成分が 0.1%、 そしてバリア機能効果のあるアラントインが追加されてリニューアルされました。テクスチャーは既存のノニアンプルと同様にかなりもっちりのとろみタイプです。馴染ませた後はお肌が内側から水分がみなぎるようなプルプルもちもちツヤ肌に整います。香りは薬草系の爽やかなハーブの香りです。長期間ノニアンプル2を試しているんですけれども、お肌のキメツヤが整ったり、キメが整うことでお肌が内側からツヤツヤと光が反射するようなツヤ肌というのを使うごとに実感できました。元々のノニアンプルもですね、全く不満がないぐらいに鎮静、保湿、栄養効果など大満足のアンプルでしたが、さらにそこから鎮静効果とツヤツヤ張り感というのがアップされたので、これからノニアンプル2もずっと使い続けたいなと思っている人生アイテムとなりました。ぜひ正式に発売された際にはチェックしてみてください。続いてこちら、スキン&ラブレチノールリペアセラムです。こちらも以前カヨコラボで大変ご好評のいただいた私の人生レチノールアンプルです。コラボを通じて初めてお使いになったたくさんのカヨの皆様から、人生アイテムとなったという嬉しいお声をたくさんいただいております。こちらはビーガンリポソームレチノール3
13% 配合と、通常のレチノールは光や熱に弱いんですけれども、そんな敏感なレチノールをですね、リンシスで2度包んだ安定化された技術を搭載しておりまして、刺激なくしっかりお肌に効果を与えてくれます。そんなレチノール以外にもですね、バクチオールやペプチド複合体なども配合されておりますので、毛穴、シワケア、たるみケアなど、年齢サインが気になる部位のですね、総合的なお肌のエイジングケアができるようなアンプルです。こちらはですね、外気の空気を遮断する特殊ポンプ容器を採用しておりますので、光、熱、酸素からレチノールを保護して、最後まで新鮮な状態でしっかりと使い切れるようになっています。テクスチャは水分感の多いジェルクリームのようなタイプです。滑らかにみずみずしくお肌に馴染み、ペタつきや不快感もありません。香りもほぼなく使いやすいです。こちらですね、刺激感的には 0.1% 程度のレチノールとなりますので、レチノール初心者さんの方はですね、部分的にお使いいただいたり、セラミド系の美容液とかクリームの後にですね、一番最後に使ってあげると、より低刺激にお使いいただけると思います。敏感肌の私でもですね、赤みとか痒みなども全く見られず、もうこちらはですね、本当にかなり長期間愛用してるんですけれども、レチノール系のアイテムの中でもですね、断然弾力感とかハリ感も実感できていますし、何よりも香りがないのと、ベタベタしない使用感など、総合的に本当に使いやすい人生レチノールとなっております。こちらまた1月の年明けにですね、前回のコラボセットのバージョンアップとしてお得なコラボを予定しておりますので、ぜひお楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。続いてこちら、リジュランデュアルエフェクトアンプルです。リジュランはですね、こちらのゴールドとシルバーの2種類シリーズが出ておりまして、こちらのゴールドはエイジングケアをサポートしてくれるシリーズです。PDRN というのはですね、サーモンの DNA から抽出した再生成分となり、揺らいだお肌とか敏感なお肌のコンディションを整えてくれるような美容クリニックなどでも美肌治療として使われる有名な成分です。CPDRN が 0.5%、セラミド NP、肌荒れケア効果のある肝臓根エキス、頭筋腺花エキス、アロエベラエキスなどが配合されており、製薬会社ならではのお肌の浸透を良くするような技術も搭載されています。テクスチャはかなり濃厚なとろみタイプです。とろみ感でいうと手持ちの美容液の中ではかなり最高レベルにしっとりとしています。馴染ませた後はペタペタすることもなく、内側から水分がギュッと詰まったようなもっちり肌に整います。香りも一切ありません。こちらどんな方におすすめかというとですね、かなり濃厚な栄養感のあるタイプとなりますので、かなり乾燥肌の方、あとは栄養感たっぷりの使用感がお好きな方、年齢サインが気になるアラフォー以上の大人女子の方などにおすすめのラインかなと思いました。私もアラフォーの敏感乾燥肌ですので、もうこちら本当にドンピシャですごく良かった美容液です。ただ定価はですね、こちらプチプラというお値段ではないかなと思いますので、メガ割とかメガポセールなどのお得な時にですね、ゲットしていきたいアイテムです。続いてこちら、ミグハラ EGF クリスタル 10ppm オリジンです。こちらも先日のお気に入り動画で紹介させていただいたアイテムなんですけれども、これも本当にデパコス並みのエイジング美容液なのではないかなとおすすめのアイテムです。まず EGF というのはですね、体内にも存在する天然タンパク質の一種となりまして、EGF はですね、韓国の最大の配合顔料が 10ppm と決められているんですけども、そんな韓国の最大の 10ppm 配合されたエイジングケア美容液となっています。EGF 以外にもですね、抗酸化作用のある3種のペプチドが配合されておりまして、コラーゲンの合成を促してお肌の弾力とかハリケアをしてくれます。容器もですね、こちらも光の透過を遮断する容器を採用しておりますので、アンプルの有効成分がですね、お肌に効果的に届くような工夫がされています。テクスチャーはさらっと垂れるようなタイプですが、お肌に馴染ませるとみずみずしくもっちりお肌の密度がギュッと上がったようなもっちり肌となります。香りも一切ありません。こちらですね、プチプラではないんですけれども、個人的に本当にお値段以上のアイテムと思っておりまして、使い続けることでですね、元気のないくすんだお肌もですね、ピンと弾くような弾力肌に整ったり、ぐっすり熟睡したようなプリプリ肌に整いますので、最近すごく気に入ってデイリー使いしているアンプルです。サラサラしたテクスチャーで化粧水みたいなので、ベタつかずに使えるという点もすごく良かったです。続いて毛穴鎮静ケアアイテムです。こちらメイクプレムエンドポアベジノールセラムです。こちらもですね、日韓で話題となったメイクプレムの大人気アイテムなんですけども、毛穴が気になるという方はですね、ぜひ一度試していただきたいアイテムです。バクチオール、ビーガンコラーゲン、グリーンカフェインなどのたるみケア成分を黄金比率で配合したベジチノールというのがですね、10000ppm、 あとはナイアシンアミドやビタミン B12、 カミウェボーキハというのが配合されており、お肌のトーンアップの他にもですね、余分な皮脂のコントロール、敏感なお肌の鎮静ケアも同時にすることができます。こちら毛穴ケアの特化セラムとなるんですけれども、毛穴にもいろんなお悩みがあると思います。
いますが、そんないろいろな毛穴の大きさや面積、ボリューム、深さ、密度、キメ、開きなど10個の毛穴悩み別に臨床試験を行っており、どのような毛穴にも効果があったというのを臨床結果で証明された美容液です。テクスチャーはサラッとしたジェル水分タイプです。ベタつかずに仕上がりはサラサラスベッと油水分のバランスが整いますので、朝のメイク前にも使いやすいです。香りは清涼感のある柑橘系の香りがほんのりとあります。毛穴パックは物理的な刺激が気になったり、レチノールも使ってみたいけれどもどうしても刺激が気になるという方はですね、ぜひこちらの低刺激の毛穴特化美容液もおすすめしたいです。さっぱりしたジェルタイプになりますので、乾燥肌さんの方はですね、今後秋冬はちょっとお休みして春夏以降にまた再開してもいいかなと思いますが、混合肌さんや脂性肌の方でテカリとか毛穴がすごく気になっているという方はですね、季節問わず使いやすい毛穴アンプルかなと思います。続いてこちら、スキン&ラブトリシカバリアカーミングアンプルです。こちらですね、毒ダミエキスが 29.3%、 ティーツリーエキス 25.7%、 ツボクサエキス 28.3% と鎮静ケア成分が 83.3% 配合となり、荒れたお肌とか敏感なお肌もですね、素早く優しく鎮静してくれるような低刺激の美容液です。こちら有効成分をナノリポソーム化しており、より早くですねお肌の奥まで届けるような工夫がされています。その他にも特許を取得したリンゴエキスやLHA 成分なども配合されておりますので、鎮静ケアはもちろんですね、デイリーに使いながらキメとか古い角質も整えてつるんと滑らかなお肌に仕上げます。テクスチャーはサラサラしたとろみタイプです。特に肌荒れや赤みが気になる部分は重ね付けしたり、コットンパックでより集中ケアができます。香りもほぼありません。こちらの美容液ですね、本当にいい意味で癖がない使用感となりますので、濃厚なペタペタする美容液が苦手という方もですね、肌タイプ問わず重ね付けもしやすい万能使いできる鎮静アンプルかなと思います。続いてこちら、コスデバハアゼライン酸 10% AZ セラムです。こちらも先日のお気に入り動画で紹介させていただいた肌荒れ毛穴皮脂コントロールにおすすめなプチプラの美容液です。アゼライン酸とはニキビとか赤ら顔、主鎖の治療薬として使われている成分となり、角質を除去したり過剰な皮脂の分泌を抑制したり、メラニンの生成を抑えてくる効果もあります。もともとはですね、小麦とかライ麦とかの穀物や酵母などの天然由来のものに含まれる酸となっており、お肌刺激が少ないというのが特徴です。テクスチャーはサラッと垂れるような感じですが、馴染ませるとトロッとしながらすぐに馴染んでいきます。仕上がりはサラサラ肌になります。香りはほぼないんですけども、若干消毒系っぽい香りがあるかなという感じで、ほぼ気にならないです。こちら先日のですね動画でもお伝えしたんですけれども、結構フェイスラインとかおでことかですね、謎の毛穴詰まりのプツプツというのがしばらくできて悩んでいて、こちらを試してみたんですけれども、ニキビ予備軍のような毛穴詰まりのプツプツもですね、こちらしばらく使うことでスーッと跡形もなく引いてくれましたので、生理前のホルモンバランスが崩れてる時とか、あとお肌のザラつきが気になるという時にですね、ぜひ1本持ってると安心なアイテムかなと思いました。結構さっぱりとした使用感になりますので、敏感乾燥肌の私はデイリー使いするというよりも、生理前の時とかプツプツとかニキビが気になるという時にですね、一つあるとお肌トラブルにもですね柔軟に対応できるアイテムかなと思いました。最後は保湿アンプルです。こちらスキン&ラブバリアダームミルキーセラムです。こちらもお気に入り動画でたびたび紹介しているアイテムなんですけれども、保湿力、使いやすさ、コスパの面でですね、これ以上の保湿美容液はあるかなというぐらい個人的に気に入っているアイテムです。こちらミルクセラミドが 30,000ppm、 バリア機能強化などのキャッチコピーとなっており、肌バリアケアで重要なミルクセラミドコンプレックスが最大の顔料入っておりますので、秋冬の季節やお肌のコンディションが揺らいでる時にですね、素早く水分感や保湿をチャージしてバリア機能を整えてくれます。テクスチャーはかなりとろみ感のある濃厚なクリーミータイプですが、お顔にのせると意外とさっぱりしながらベタつきなく保護膜を覆うように潤います。香りも一切なく使いやすいです。こちら敏感乾燥肌さんの方はですね、もう絶対持っていて間違いないアイテムなんですけども、それ以外の方でもですね、お肌が揺らいでいる時とか、あとはレチノールとかビタミン C 系などの攻め成分のスキンケアアイテムを使う時にですね、一緒に使ってあげることで刺激が弱まってお肌を守って
ってくれますので、1本持っているとすごく安心なアイテムかなと思います。ちなみに年明けのですね、レチノールセラムのコラボの際に、こちらのミルキーセラムと、その他のお気に入りセラムも一緒にですね、お得なセラムセットをお届けできるように今企画しておりますので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。最後はこちら、ビリーフニュメロ10エキスです。ビリーフはですね、韓国のデパコスにあたるブランドとなっており、ビリーフの中で一番人気なのはこちらのザ・トゥルークリームなんですけれども、個人的に一押しなのはですね、導入美容液となります。こちらは洗顔後一番最初に使ってあげる導入美容液となり、その後のスキンケアの浸透を良くしながら、さっぱりとしたジェルタイプですので、お肌タイプ問わずですね、取り入れやすいアイテムかなと思います。水分を蒸発しにくくして、しっとりしたお肌をキープしてくれる、岩ヒバエキス、お肌の張り感とか弾力をサポートする、ダマスクバラ花エキスなどが配合されており、オレンジとかライムの花皮油も配合されておりますので、自然な清涼感のある使用感のいい柑橘系の香りです。テクスチャーとろみ感のある水分ジェルとローションの間のようなもっちりタイプです。洗顔後の乾いた肌を一気に潤し、水分保護膜を覆うようにもちもち肌となります。仕上がりに少しペタつき感を感じるかもしれません。香りも自然な柑橘系の香りです。デパコスって結構香りが強いイメージあるかなと思うんですけれども、こちら本当に自然なハーブとか柑橘系の香りになっておりまして、使用感も香りもすごく良かったです。プルーンとお肌が整って、インナードライも改善されて、水分感がかなりアップしますので、乾燥の季節の第一保湿としてもですね、使いやすいアイテムでした。では、ここまで2023年最新美容液15種の徹底比較を紹介させていただきました。最近ずっと徹底比較シリーズを作っていなかったなと思いまして、今回美容液をまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。目変わりの前にですね、まとめてみれるように、徹底比較シリーズをまた作っていきたいと思いますので、ご希望のカテゴリーなどありましたら、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。インスタでは動画のまとめや、そして LINE 公式ではコラボセットの最新お得情報なども流しておりますので、こちらも合わせてフォローしていただけると嬉しいです。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。